え皆さんこんにちは。本日は、米国経済大解剖と題しまして、ご説明の方をですね、えー、していきたいと思います。それでは、早速参りましょう。えっ、ー、と、本日ですね、えー、とご説明させていただくテーマ、全部であの4つございまして、1つが GDP、2つ目が金融関連の統計について、3つ目がインフレ、そして4つ目がまあその他ということでですね、 あの最後にですね債務上限問題のまアップデートもございましたのでそちらについてもですねご説明の方をですねしていきたいと思います。えっと、まずですね初めにということであのアメリカはですね非常にあの数多くの,あの経済指標がまあ発表されるわけなんですけどもえまあ全てがこうマーケットで注目されているというわけでもなくてですね結構こう マーケットで大事といいますかこう影響をですね与える経済指標あるいはイベントというのがございます。こちらの表にございますのがその中からですね特に注目度が高い項目に絞ってですねまず表にしたものになります。全部で6つあるんですけどもまず1つ目がですね 実質 GDP になります、まあ、こちらはあのもうあのアメリカの経済をですね、まあ、一番よく表すまあ統計になりますので、まあ、最重要の経済指標といってもまあ過言ではないんですけどもこちらはアメリカの商務省がですねあの発表しておりまして、えー、全部であの3回あの発表されます、まあ、すなわちあの速報値改、えー、定値あと確定値と3回出るんですけどもその中でも一番最初に出ますですね 速報値これへの注目度が最も高いという形になります。で2つ目の経済指標といたしましては ISM IS 製造業経験指指数数という指数になりますこちらはアメリカのですね供給管理協会というところが発表しているんですけどもこのデータの優れているところはですねまあ製造業の景況感を表す指標なんですけども。 えー、毎月のですね月の初めにまあ発表されますので非常にあの速報性が高いと、まあ、いうことで、えー、マーケットのですね、まあ、注目をまあ集めている指標になります。で 3, 3つ目がですね、えー、雇用統計になります。これもあの非常に注目度がまあ高い経済指標になるわけなんですけどもこれはまあアメリカの労働省がですね発表しております。で雇用統計に関しましまては 株式だけではなくて債券あるいはまあ為替などといった幅広い金融市場にです、ねまあ、影響をまあ与える傾向,傾向がまあ,あるという指標になります。で4つ目がですねこれあのインフレ指標になりますけども、えー、消費者物価指数になりますこれもあのアメリカの労働省がです、ね、発表しております。 で消費者物価指数に関しましては2022年に非常にあのインフレが高止まったということで、えー、まあ注目度が非常に、ま、あのピークに達したんですけども、まあ、足元、この消費者物価指数、まあ、鈍化傾向がありますので、まあ、インフレの落ち着きというのはまあ見られるんですけども、まあ、そうはいうもののです、ね、引き続き、まあ、マーケットから注目されている仕様になりますで5つ目ですね。 小売あの,交流の統計になりますが小売売上高と、まあ、個人消費支出になります。でアメリカのですね GDP に対しましてこの個人消費というのが全体のですね約7割をましめる、まあ、屋台骨といえる部分になりますので、まあ、そういう意味で言いますとこの個人消費がまあ強いのか弱いのかっていうのがですね 最終的には GDP の強弱化にもつながってまいりますので、まあ、こういった統計もですね大事になります。で6つ目はですね、まあ、イベントということで、えー、取り上げておりますけれどもあ、まあ、この6つの中でもですね最もこう大事なあといいますか非常にマーケットで注目されている、えー、イベントになります FOMC というイベントになりますがこれはあの英語の頭文字をですね、えー、取ったものになっておりまして フェデラルオープンマーケットコミッティの頭文字からそれぞれ FOMC を取ってきているという形になります。でアメリカのですね金融政策を決定する会議になりまして FOMC で決定された金融政策というのはアメリカだけではなくてですね日本ももちろんそうなんですけども世界中のですね金融市場に影響を与えるですね イベントになっておりますそれではですねまず一つ目のテーマになりますけども GDP についてご説明の方をですねしていきたいと思います。こちらにございますのはアメリカのですね実質 GDP の成長率とその寄与度について表にしたものになりますけどもこちらにござ一番右にございますのが最新のデータになっておりまして。 まあ先ほど GDP は3回発表されるというふうに申し上げたんですがこちらにございますのがその中の真ん中改定値という2番目にに発表されるデータままでの統計になりますでちなみにこの2023年1三月期の改定値に関しましては前期比年率1.3%の増加だったんですけれどもこれは市場予想を上回るまた速報値からもですね情報修正されたということで足元で GDP がややちょっとこうモメンタムをですね回復しつつあるといった今状況になります今アメリカのですね GDP をまあ影響を与えている項目というのはですね大きく分けますと2つございますでプラスの項目とマイナスの項目がございましてプラスの項目に関しましては個人消費個人消費が今アメリカの経済をですね押し上げている形になります 一方でネガティブなですね項目といたしましては在庫ですねこちらが今経済成長をまあ押し下げてきているといった状況になっておりますで先ほどのページでですね、まあ、個人消費が今アメリカの経済をまあ押し上げているというふうにまあ申し上げたんですけども、まあ、その個人消費にちなんでですね少しちょっとご説明をしていきたいと思うんですがこちらにございますのがアメリカのですね 余剰貯蓄にについてのグラフになります左側のグラフがですねヒストリカルの余剰貯蓄になっておりまして一時ピークで2.3兆ドルという非常にあの巨額なですね余剰貯蓄というのがですねまあ今足元でですねそれはどうなっているかといいますとこれあのサンフランシスコ連議のですね まあデータになるんですが、足元で今ですね、約5000億ドルぐらいになってきているというふうになります。まあピークから比べますと、まあ減ってはいるんですけれども、それでもですね、まあ巨額な余剰貯蓄というのが今アメリカにはあります。で、この余剰貯蓄というのがですね、まあ基本的にはこのアメリカのえ消費をですね、まあ下支えするといったことがですね、まあ期待され まあこの,あのまあ後ほどもですねちょっとご説明をさせていただくわけなんですけどもまあリセッションに陥る前にですねこういった消費でまあ下支えどのぐらいあの下支えできるかどうかというのはですね非常にアメリカの経済を見る上でもですあ大事な点ではないかなというふうに思います。それではあのこちらでの次のページに参りたいと思うんですがこちらにまず左側のですねグラフになります。 これ四半期ごとのアメリカの実質 GDP の成長率を表したものになっておりましてブルーのラインが実績で灰色の棒グラフがですねこれの市場予想による見通しになります。でこちらの方を見ていただきますとですね今年の第3クォーターと第4クォーターに関しましてはまあ小幅ながらなんですが マイナス成長が2四半期連続でまあ続くといった,いったまあ見通しになっておりますで一方でえ来年のですね第一クォーター以降はまたこうプラスになると、まあ、いわゆるこう V 字回復に近いですね経済成長を遂げるだろうといった見通しがですね今コンセンサスになってきておりますで一方右側のですね、えー、とグラフになりますがこれはあのアメリカの 景気後退確率、まあアメリカがですね、景気後退になる確率がどのぐらいあるかっていうのをですね、表した市場予想になります。今足元でまあどのぐらいかと言いますと65、65%ぐらいの今確率になっております。まあ一気にこう上がったんですけど、足元ではちょっとこう今もみ合ってきているといった状況になりますが、まあ65%ぐらいの確率を今市場ではですね、まあ折り込んでいるといった状況になります。 まあ、あの短期的にはですねアメリカはもしかしたらこうリセッションになる可能性はまあ,あるわけなんですが少しちょっとこう視点をですね中長期的,的な観点で見た時にじゃあアメリカの経済がずっとまた下がってしまうのかあるいはこう上がっていくのかっていうのをですね見たものがこちらのグラフになります。これはあののです、ね、統計から取っててきたデーータになりまして、えっと、ブルーのラインが 実績、えー、灰色のラインがですね、えー、見通しという形になりますでアメリカの名目 GDP のですね、えー、グラフになりますがあ、まあ、こちらも見ていただくとお分かりいただける通りですね、まあ、基本的に中長期的な観点で見るとアメリカの経済はですね、まあ、成長のトレンドをですねたど、まあ、る見通しになってきます。 えー、そしてですね、えー、と2つ目のテーマ金融関連のですね、えー、データにつきましてご説明の方をですね、えー、していきたいと思います、まあ、金融関連に関してはですね、えー、ちょっとこう注視していく、えー、点、まあ、マーケットがですね今関心を持って見ている点が、まあ、どこなのかっていうところをですね、えー、中心にご説明の方をですねしていきたいと思いますがまずわざの1点目ですねアメリカの融資の状況が今どうなっているのかっていうのをですね こちらの表でご説明しておりましてこれは上に行けば行くほどですね融資がタイト化している借りづらくなっている下に行けば行くほど融資が緩和まあ,あの借りやすくなってきているという状況のデータになるんですがこれをですね大企業中企業向けあるいは小企業向けにですね分けたそれぞれの融資態度のですねデータになります。これ今どうなっていいるかととますと まあ上の方にですね大きく跳ね上がってきておりますのでまあいわゆる厳格化にしているとなかなかちょっとこうですねお金が借りづらくなってきているというのがですねこういったデータから分かりますでまあ経済にですねこうあのお金がこう回らなくなりますとまあ景気へのですねまあ悪影響というのがですねやはりこう想定されますのでまあこういったデータがですね今後あの方向感がですねまた 一層上がっていくのかあるいはちょっとこうまた鈍化に転じるのかどうかというのはですね非常に注目される点で点になっていいくかと思います、えー、そしてですねこちらも融資の,の状況になりますがこれはあのアメリカのですね、えー、っと主な融資のですね、まあ、残高をですね種類ごとに分けた時の、まあ、グラフになります。でこちらの方見ていただくとですね 特にご注目いただきたいのはこのブルーのライン。これ何かと言いますと、商業用不動産のですね、融資の残高が今一番高い状況になってきております。で、えっとこの商業用不動産に関しましてはですね、えっとこの右側のグラフ円グラフになりますけれども、アメリカの商業用不動産の融資で、まああの大企業とです、ね、大大規模な銀行と 小規模な銀行に分けた時にどっちがですねより多く商業不動産にお金を回しているのかっていうとですねこちらの円グラフでお示しさせていただいているとおりですね商業不動産の融資のマーケットにおいてはですね小規模銀行があのまあ担うですね役割がまあ大きいというのがですね こういったデータからからわります、まあ、引き続きですねこの商業不動産の,この動向にはですね、まあ、注意が必要なのかなといった印象がございます。で一方でですね左側のグラフこれはあの一時期こう3月の時にですね、まあ、大きく注目されたデータになりますけどもこれは何かといいますと大規模な銀行小規模な銀行にそれぞれ分けた時のですね 預金のま水、あ、位をですね。表したものになります、えー、グラフがこう下に行ってる時はですね。預金がこう流出してるといったデータになりますけども、も、えー、このブルーのラインですね。これはあの小規模銀行の、えー、預金の推移になります。あのー、シュリコンバレー銀行がですね。まあ、経営破綻して以降ですね。大きくこう小規模銀行から流出したわけなんですけど、預金が流出したわけなんですけども。 足元ではどちらかといいますとですね、ずるずるこう預金が下がるというのではなくてです、ね、どちらかというとこういう落ち着きのほうをです、ね、見せてきているといった状況になっております。こういったところはですね、金融市場の安定化という意味でもです、ね、ポジティブな点として指摘できるんじゃないかなという,うに思います。 そしてですねこちらの表にございますが、これはあの2つもともです、ねまあ、同じような指標になるんですけども、金融ストレス指数というデータになります。金融市場にストレスがかかっているのかどうかというのをです、ね、表したものになります。左側が OFR 金融ストレス指数、右側がですねセントルイスレンギンが発表しております金融ストレス指数になります。まあ、同じような チャートにはなるんですけれども、で、まあこちらまあ見ていただくとですね、まあ今年の3月にまあ一時期こう引き締まりの方向にまあ大きく上昇した場面もあったんですけれども、まあ足元でもではですね、まあ落ち着きをですね今見せてきているといった状況になります。それではあの三つ目の項目になりますが、インフレの動向になります。 左側のグラフですね。あのまずはご確認いただきたいなと思うんですが、こちら側のえっと CPI 消費者物価指数の伸び率と寄与度をですね表したグラフになります。で黒いラインがですね CPI で赤いラインがコアの CPI になります。で黒いラインをですねまあ、見ていただきますとこうかなりこうピークアウトがですね今鮮明になってきた。 今年の四月もですね、CPI に関しましては、前年比で四点九パーセントの増加になりました。これは二年ぶりにですね、四パーセント台まで伸び率が落ち着いてきた。と。なおかつですね、伸び率に関しましては、十ヶ月連続でですね。まあ鈍化してきているということで、まあピークアウト感というのはですね、かなりこう鮮明になってきた。 まあ一方でですね、赤色のコアの CPI に関してはまだちょっと高止まりがですね、まあ、続いてきているわけなんですけれども、まあその高止まりをなっている一つの背景といたしまして、この左側のグラフのですね、灰色のところにサービスというのがございますが、サービスの強度がですね、今大きくこう上がってきておます。まあどちらかというとこのエネルギーだとか、まあ財とかではですね、まあ今強度が低下してきているんですけれども、サービスに関しましては大きくこう上がってきておりますので。 まあこういったところがですねまだちょっとこうコアの CPI の高止まりをですねまあ支えている今要因になりますで右側のグラフに関しましては CPI をですね項目別に見たときに主なところをですねピックアップいたしまして今年の4月と3月それぞれを伸び率をですね表示したグラフになりますこちらまあ見ていただくとですね えまあ例えばあのえっとガソリンとかですね3月も4月もまあマイナスになってきているのでまあポジティブではあるんですけども一方でえ食品だったりえ住居ですねこの辺りがなかなかちょっとこう伸びのがですねえまだ高い状況にございますので今後やはりこの食品だとかまあ住居などのですね伸びがあ落ち着いてくるかどうかっていうのはですね 非常に大事になってまいります。で、その cpi のですね。えー、まあ、あ高止まりにですね。まあ、寄与してきたのが労働市場の逼迫ではある逼迫になるんですけどもまあ、足元でその労働市場の逼迫に関しましてもですね、えー、ピークアウト感が出てきております。左側にございますのが求人件数と採用件数を表したものになりまして。 ブルーのラインがですねその求人件数になりますこれ見ていただくとですねかなりこうピークアウトがですね、えー、鮮明になってきておりますで緑色が採用件数なんですけどもそのあ、えっと、求人件数とですね採用件数とのこの差もですね徐々にこう縮小傾向になってきておりまして、まあ、ピークアウト感がですね出てきていると、まあ、労働市場のですね逼迫感が緩和に向かってきているといったことが言えるかと で右側にございますのが平均時給とアトランタレン金が発表しておりますえまあ賃金インフレのですねデータになるんですけれどもブルーのラインが平均時給になりますこれまあ伸び率がですねまあ鈍化傾向に今なってきておりますまあこの雇用の逼迫のピークアウト感とですね賃金インフレの鈍化があがですねいずれもですね今後も引き続き まあ落ち着きをですね見せていくかどうかというのがですね注目されるかと思われます。こちらにございますのが期待インフレ率をですね表したものになりますま。期待インフレ率もですねこちらのまを見ていただくとお分かりいただけるとおりピークアウト感というのをですね表しておりますま。これはのそれぞれそぞミシガン大学が発表している インフレ率とですねニューヨーク連銀が発表しております期待インフレ率になります、まあ、それぞれあの1年先のですね、まあ、インフレ動向に関する統計になりますけれども、えー、まあどちらもですねコピーカアウト感が出てきているといった形になります。それではあの4つ目の項目といたしましてその他の項目といたしましてですねご説明の方をしていきたいと思います。 こちらでございますのがアメリカの経済サプライズインデックスというのをですね表したものになります。これ何かといいますとアメリカの経済指標があの実績がですね市場予想に対してそれを上回ったかあるいは下回ったかというのをですね見た統計になります。でそれをあの項目ごとにですねあの分けた時に今どのアメリカの経済指標の中でもどの項目が 市場予想よりもよくてですね市場予想一方で市場予想よりもあんまり良くないのかっていうのをですね表したグラフになります。でこちらの方を見ていただきますと市場予想に比べるってですねまあいい、まあ、強いといいますか経済指標に関しましては住宅だとか不動産系あるいは労働、まあ、市場系ですねこの辺りがまあ強いと。 一方で、まあ、調査、景気指標系ですね。こういったところがま弱いという形になります。今後あの経済指標を見る上でですね、こういった今市場予想に対してどの項目が強くて、どの項目がま弱いんだと、その項目がですね、変化が出るのかどうかというのもですね、見ていくこともですね、今後あの必要になってくるんじゃないかとに考えます。 そしてこちらがですね冒頭で ISM 製造業指数という指標にですね触れさせていただいたんですけれどもそちらに関してのグラフになります左側にございますのが ISM 製造業指数と ISM 非製造業指数というこの2つのですねグラフを見たものになりますでピンク色がですね 非製造業指数になりましたこちらはですねどちらかというとちょっとこう改善の兆しを今見せつつある状況になります一方であのブルーのラインが ISM 製造業指数になりましてこちらはどちらかと言いますとちょっとこうずっとこうずるずるとこう下がってきておりましてなかなかちょっとこう改善の兆しが今見えないんですけども、えー、まあちなみにこの,の ISM 製造業指数というのはまあ50のラインがですね えー、まあ拡大と縮小のまあ境目を表しておりまして、まあ五十より上であればあまあいいと、で五十より下であれば弱いという形になります。まあそれぞれまあトレンドなんかもですね大事になります。上向きになってきているのか、下向きになっているのかっていうもですねまあ大事になりますけれども、目安としてはまあ五十がですね注目されてきているラインになります。 で ISM 製造業指数をまあ見る上でですね大事になってまいりますのがこれはあのまた項目ごとにですね指標があるんですけれども右側の方にですねお示しさせていただいておりますのがその ISM 製造業指数の中でまあ項目ですねまあ主なものをですねまあ三つほどピックアップして表示したものになりますでこれはあの新規受注仕入れ価格まあ雇用という形でおお表示させていただいているんですけれども。 こののブルーのラインがですすね新規受注になります、まあ、ちょっとこう改善の兆しを見せつつあるんですけどもまだちょっとこう本格的な改善にはなってきておりませんのでやはりこの新規受注あたりがですねまたこう改善を、ままあ、見せてくるようですと左側のですね生物生存指数もですね改善をま見せてくるかなといった印象,か印象があるかと思うんですけども当面の間ではですねこの新規受注に注目していく必要が あるのかなといった印象がございます。えそしてですねえー、と住宅のマーケットについてもこちらの表でですねこちらのグラフでお示しさせていただいております。左側の方がですねこれあの新築住宅と中古住宅をですねそれぞれあの表示してございましてブルーのラインがですねえー、と新築黄色が中古になります。 でまあ、同じ住宅の販売ではあるんですけども、えーまあ、あの結構今アメリカの住宅マーケットは、まあ、二極化といいますかああいいところと悪いところが分かれておりまして新築はですねちょっとこう良くなってきておるんですが中古はですねなかなかちょっとこうまだ回復が鈍いといった今状況になります。 まあアメリカのマーケットは中古の住宅の販売中古住宅のマーケットの方はですね規模が全然大きいのでまあ最終的には中古があの回復した方がいいんですけどもまあそうは言いながらですねまあ新築が改善してきているっていうのはですね軽い材料としては指摘できるんじゃないかなというふうに思います。右側にございますのがこれ NAHB 住宅市場指数という指数がございまして。 その中の中項目をですね、えー、3つ現在6ヶ月の販売見通しあと客足、まあ、お客様のですね、客足の指標を見たグラフになりますこちらも見ていただくとですね、結構足元で大きくですね、反発の今統計としては出てきておりますので、まあ、住宅のマーケットがですね、えー、ちょっとこう明るい兆しがやはりこう出てきてるといったことがですね、こういったデータから言えるんじゃないかなという,うに思います。 でこちらがですね、えー、またこれ、住宅にまつわるデータになります。左側が、これ、住宅ローンの金利になります。まあ、一時期、ちょっと下がったんですまたちょっと今、足元、えー、上昇傾向にありますで。左側の方がですね、これ、中古住宅のですね、えー、在庫と、在庫のですね、比率を表したものになります。これ、見ていただくとですね、 中古住宅の販売在庫は、ま、低下傾向が、ま、続いております。ま、在庫の比率もですね、同じく、ま、低下、低下水準にあります。で、まあ、あの、中古のですね、まあ、在庫が、ま、手に入りづらいといったことがですね、こういったデータから読み取れます。まあ、先ほど前のページでですね、新築が改善を、ま、示してきてるって、ま、申し上げたんですけども、まあ、やはり、なかなか、こう、中古の在庫が手に入りづらくなってきているので。 まあ新築の方がですね改善しやすいといったところもですね、まあ、言えるんじゃないかというふうに思われます。まあ、あの今回はあの経済指標にですね限定したお話になりますので、まあ、株価との関係にはですね触れてはあの資料はご用意させていただいてないんですけども、まあ、アメリカのですね新築住宅の新築住宅あ失礼いたしました、えっと、住宅建設のですね株、まあ、いろいろな銘柄があるんですけども そういった住宅建設株価ですね今株価が非常にあの今五十二支の高根県にある銘柄が結構ございますので、まあ、その新築住宅の改善と住宅建設株のまあ好調というのがですね、まあ、リンクしてきているというのもですね、まあ、興味深い状況に今なっているかというふうに思われます。でこちらがですね、えっと、住宅の価格について えー、主要な都市ごとにです、ね、分けたときにまあ価格が住宅の価格がまあ上がっているのかあ下がっているのかというのをこちらのグラフで,です、ねまあ、申し上げたいところはです、ねえー、とアメリカの東海岸、まあ、例えばあのニューヨークだとかボス,ボストンがです、ねえー、とアメリカの東海岸の主要都市になるんですけども。 そういった住宅そこそのあたりのですね住宅の価格に比べるとですね西海岸例えばあのサンフランシスコだとかまあシアトルがですね西海岸の方になるんですけどもえ西海岸の住宅の価格がですね今下落になってきておりますえまあやはりこの今アメリカの西海岸というとですね少し前まで話題になりました。 ハイテクの企業が結構大きくですねリス,トラリ,リストラをしたりだとか、まあ、3月のシリコンバレー銀行の経営破綻とかですねいろいろ影響がどちらかというとですね西海岸に結構集中してたというのがですね指摘できるかと思います。まあ、そういったこともございまして今後やはりこの西海岸のですねこの住宅の,この経済状況、まあ、ここで申し上げるとこの住宅の価格の落ち込みなんかがそうなんですけども。 こういったところがですね、引き続きこう注目される可能性があるんじゃないかなというふうに思われます。こちらがですね、ISM、えー、と失業、えー、率を少しちょっとこう長めのですねスパンを取った時のときのと、景気後退期との関係をですね、えー、見たものになります。左側の方がですね製造 であの緑色の,あの帯線があるところはですねこれはあの景気後退期を表しておりますで同じくあの右側はですね失業率になりますこれもあの緑色はあの景気後退期になるんですけどもまだ ISM 製造業指数ですね、まあ、今ずっとこう下がってはおるんですけども、えー、まあアメリカのですねこの過去の景気後退期との関係性でいうとですね ISM が まあ仮にですね40をこう下回ってしまった場合あるいは右側の失業率で言いますとえー例えばまあ6%を大きく超える水準になってしまったケースなんかですねになるとやはりこのアメリカが景気後退にも陥っているといった目安としてですね考えられるんじゃないかなというふうに思われます。 で一方ですね、この失業率を見ていただくと、ですねこれ今、かなりこう今低いレベルに落ち着いてきておりまして、4月のアメリカの失業率3.4%なんですね。3.4%といいますと、1969年の5月以来の非常にですね低い水準にありますので、6%のです、ね、ところ、まだこう結構、バッファーといいますか、余裕がまあございますので。 失業率の点から言いますとまだこう景気後退期にはですね余裕があるといったことが一方では言えるんじゃないかというふうに思われます。それではですね最後になりますが債務上限問題のアップデートがございましたので最後そちらについてですねご説明して終わりにしたいと思います。4点まずございまして5月27日にですね バイデン大統領とマッカーシー会議長がですね債務上限引き上げについいて合意をたたしましたでま債、あ、務上限に関しましてはですね議会が承認する決定事項になりますので今後議会の承認が得ることができればですねアメリカはデフォルト債、まあ、務不履行が回避されるという形になります。 でまあ、イエレン財務長官がですねこの債務上限の引き上げの期限、まあ、あの逆の言い方をしますと財務省のですねお金がまあ枯渇して,してしまう期限といたしましてもともとはまあ6月1日というのを上、ね、げておられたんですけれどもこれあの6月5日にですね、えー、まあやや後ずれさせたという形になりますのでそういう意味で言いますと、えー、まあ議会の承認を得るまでですね少しちょっとこう時間的な猶予ができたと。 いいうこととが言えるかと思いますで、まあ、今後のポイントといたしましてはあ2つございまして議会の承認が得ることができるかそして格格付付けけ会社の格付け動向ですね、まあ、2011年のパターンで言いますと合意はされたんですけども格下げがあったということでマーケットが、まあ、あネガティブに反応してしまったので、まあ、そういったことがあ起,きない起きるのか起きないのかっていうのもですね あの一つポイントになってくるかと思います。でこちらにございますのがまあ、あの議会の決定する事項になりますので今アメリカの上院と下院のですねパワーバランスをま見たものになります。まあ、議席数をですね表したものになります。で左側の方が上院、右側が下院になります。で上院に関しましては民主党が51この51に関しましては 無所属なんですけども民主党の会派に属する方も含まれておりますそれが合計すると51という形になります共和党に関しましては49になりますで会員に関しましては立場が逆転いたしまして共和党が222民主党が213という形になっております、まあ、会員はですね民主党が多くて上院は失礼いたしました会員はですね共和党が多くて 上院は民主党が多いといとでまあ今回ですねいろいろこうマーケットでこうまあ言われ注目されてたところといたしましては2011年とですね類似点として指摘されることが結構多かったんですけども、まあ、その共通点といたしましてはこれもまあ2つございまして1つ目が政権が民主党で議会がねじれているとで2つ目といたしましては 大統領選挙の、まあ、前年であるという形になります。で、特に今回のケースで言いますと、会員の共和党ですね。この会員の共和党の中で、超保守派と言われている、まあ、超保守派、のですね。強硬派と言われておりますグループがありまして。フリーダムコーカスというグループがございます。このフリーダムコーカスのですね。動向が、まあ、中止されるか、中止されております。 でこのフリーダム・コーカスがですね、まあ、あの今年もあの実は1月にですね非常に注目を集めたんですけどもこの時は何があったかといいますと下院議長選というのがありましたで、まあ、通常であればすんなりですねあの下院議長決まるんですけどもあー1月に,何あのにはですねこのフリーダム・コーカスがですねいろいろかなかなかこう賛成しなかったということもございまして。 このマッカーシーさんに決まるまでですね、なんと投票15回もですね、やったという形になりまして、えー、まあこういった1月のこともありますのでこの今回の,この内容に関してもですね、特にこの下院のですね、共和党の,このフリーダムコーカスの動きがですね、えー、まあ最もですね、大事なところになってくるかという,ふうに思われます。 最後ですね、ま,あ、まとめるといたしまして、えー、一応今後の,あのスケジュールに関してですね、えー、ご説明しておわりしたいと思うんですが、えーまあ、今後ですね5月31日にですね、えー、会員で採決を予定しております。で、えーまああのー、会員でですね無事こう承認という形になりますと、えー、上院に関しましては 6月のですね2日頃もしかしたらちょっとこう少し若干遅れるかもしれませんが6月の2日頃にですね今度は上院の方で採決をする予定になっておりますで上院と下院でですね無事承認することができればバイデン大統領がですね署名して法案が成立するとでそれがですね6月5日までにですね今申し上げた一連の流れがですね、まあ、間に合えば 債務不履行がですね、まあ、回避されるという形になります、まあ。6月5日までにですね、間に合うかどうかというのもです、ね、一つ大事なポイントになっているかと思われます、えー。それではですね、本日の米国経済大解剖につきましては、以上をもちまして終わりにしたいと思います。ごご視聴ありがとうございました